はいどうも皆さん、バシャーということで、青ひげ海賊団の青ひげ船長でございます。皆さんよろしくお願いいたします。桜の季節がやってきました ね皆様多分お花見とかをね、まあ今してるもしくはする頃だと思うんですが、あのオードブルあるじゃないですか、花見をする時のオードブル。あの中で皆さんが一番好きなものって何ですかね。ちなみに僕はあのよくお弁当とかに入ってるあのタコさんウインナーの上にうずらの卵あるじゃないですか、あれのやつが好きですはい、まあ、皆さん一番好きなものはね何なのかなとふと疑問に思った今日でございます。はい、ということでね、まあ本日の、お話しする内容なんですけども、まあ、群馬戦のね、感想をいただいておりますので、ちょっとそちらをね、まあ、ご紹介していこうかなと思いますので、皆さん最後までよろしくお願いいたします。まあスコアはね、2対0で大分トリニータが勝利しております。まあ、解説動画はね、あの前回動画で出しておりますので、よかったらそちらの方ご覧ください。ということで早速やっていきましょう。ではまず最初の方はこちら、燃える闘魂渡辺新太、鉄の城門浜田太郎、攻守で見せる長沢俊、みんな気持ちで勝ってたね、勝利おめでとうっていうね。はい、まあ試合終盤にね、新太選手がゴールを決めて、まあ大いに沸いた、第8節なんですけども、やっぱこうキャプテンが決めるとね、やっぱ全然違いますね。はい、で浜田選手のね、好セーブ連発と、今いろいろ守備が固いなというね。で途中出場の長沢選手もやっぱりこう攻守において活躍してましたからね。まあその他の選手もね、やっぱりいいところもいっぱいありましたし、みんながみんな気持ちが一つになってたなと思いました。では続いての方はこちら、視力を休ませながらよく頑張ってたと思います、ただもっと点を取れるはず、愛の無知ですっていうね。いやでもすごくわかります。はい、正直もっと点はね取れたんじゃないのかなとは思いますけど、まあうーん、大雨の中でね、まあピッチ状況も悪くて、まあ難しい試合ではあったんですけど、この日確か枠内シュート1本だったんでね、まあもうちょっとこう、まあ前節も言ってますけど、まあ決めれる時にね、まあ、決めとかないとというところですよね。まあ、群馬戦はね、新田選手がね、決めるときにしっかりと決めて、まあ、2対0で引き離した状態だったんでね。はい。まあ、このまま1対0でね、終えるってなってても、まあ、ちょっとこう、スカッとした勝ち方ではなかったんでね。まあ、秋田戦で見せてほしいですね。では、続いての方はこちら。今日も浜太郎のナイスセービングが光ってましたね。有働からのノールックパスを新田が冷静に決めたのはガッツポーズが出ましたよ。ディフェンダーも安定してきたし、伊佐や長澤の献身的なディフェンスにも助けられてますね。あとは攻撃のバリエーションと決定力を少しずつ上げていけば結果がついてくると思います。早く鮎川長澤のダブル旬が見たいっていうね。まあ鮎川選手もね、まあ噂ではまだちょっと別メニューということで、まあ近々復帰はねしてほしいんですけど、まあちょっと待ち遠しいですよね。やっぱダブル旬見たいですからね。まあでもこの日ね、有働選手からのねパスに抜け出した新田選手もお見事なんですけど、まあ有働選手のあのパスですよね。はい、奪ってからディフェンダーの背後に出すっていう、新田選手を信じて、まあ、パス、もしくはクリアをね、まあ、したと。まあ、それがね、こうやって結果に身を結ぶってことはね、まあ、常日頃からやっぱトレーニングで行われてるところなのかなと思いますし、個人的にはね、まあ、非常にいいゴールだったと僕は思います。まあ、こうやってね、ディフェンダーもしっかりと検討して、攻撃陣も検討すれば、本当に強いチームっていうのはもう間違いないんでね、今後も継続あるのみだと思います。では、続いての方はこちら、トリニータ好きだから、こっから連勝してほしい。っていうね。まあ、これはもうね、皆様多くのね、願いでしょうね。はい。今 J2 ってね、かなり混戦状態なんで、まあ、一回でも連勝すればね、順位をぐっと上げることができるんで、チャンスはマジで秋田戦やと思います。まあ、ここでね、勝つことができれば、それこそ首位とかが敗れればね、勝ち点差っていうのを一気に縮まることができるんで、まあ、勝ち点差がね、1位との勝ち点差が5なんで、はい。これをね、どんだけ縮めれるか。まあ、そこがね、やっぱり秋田戦、重要なポイントなのかなと思います。まあ、絶対勝ちましょう。では、続いての方はこちら。守備は固めで、攻撃はグダグダ。長澤新太でシュート増えてきて、最後なんとか追加点。みんな頑張っていたけど、攻撃に型がないですね。っていうね。まあ、もう、ずっとね、皆さんに言われてた課題ですね。はい、これに関しては。まあ、攻撃の形ですよね。この攻撃の形っていうところがね、まあ、まだまだまだね、見えてないっていうのと、まあ、新田選手含めて、まあ、フォワード陣がね、結構積極的にシュート打つ試合でもあったんでね。はい。まあ、あとはもうそこがね、結果に、まあ、結びついてくれたらいいなと思います。では、続いての方はこちら。今日、浜ちゃんよかった。
このゴール姿勢が大事。前向かないと何も始まらない。でも今日の新たな嗅覚は良かった。しかし、有働は化ける。有望な選手が入ってきたな。怪我人戻ってきたらさらにいろんな幅が広がる。ここから J1 に向けて頑張るぞ。っていうね。いや、有働選手しかり、この若手選手の活躍がね、今年めちゃくちゃ見えてるわけじゃないですか、大分って。で、僕思ったんですよね。なんかJ3 の頃の大分を思い出すなと。あの時も確か若手がね、それこそ岩田選手であったりとか、ね、そういった選手が活躍して、もう代表行って、うん、今じゃね、海外の方に行ったりしてますので、まあそういった選手がね、今 J2 から生まれてるんじゃないのかなと思って、うん、特に大分から、有働選手であったり、安田選手、海場選手、安藤選手であったりね、若い選手がね、本当に今ガンガン活躍してくれてるんで、まあその中で、うん、やっぱ大分を J1 に導いてほしいですよね。はい。まああとはね、このボランチの小坂井選手とかもそうですけど、小坂井選手、海場選手と、まあ中川選手がね、前で受ける形にいたんでね、トップ下でフリーで。そのおかげでね、やっぱもう前を向ける姿勢というのもね、見えましたし、いやー、本当に次の試合大事だなと思いますね。はい。では続いての方はこちら。結果ほど差のない試合だったと思います。危ない場面やゴールが決まらなければ苦しい試合になりそうでしたが、守備が光っていたのでチームとしてのストロングポイントになりつつあると感じました。リスクを犯してディフェンスラインを上げて縦パスをよく通していたので、攻撃陣の下支えはできていたので、そのディフェンダー陣のサポートに攻撃陣が応えられるようにレベルアップしてほしいです、っていうね。まあ今ね、失点数では J2 最小得点数1位タイの5失点になっておりますので、まあ、その守備に関してはね、今の今季の大分のストロングポイントのまず一つっていうのもありましたし、まあ、やっぱね、守備陣が応えてるだけに、まあ、攻撃陣もね、やっぱこう応えてほしいですよね。でね、本当言ってる通りで、結果ほど差のない試合だったなっていうのは、まあ、僕も思いますね。群馬もね、やっぱこう勝利に向けてもちろん来るわけじゃないですか。で、ハイプレスであったり、まあチームとしてしっかりとこうやるべきこともできてたんでね。まあそんなにこう順位はあれですけど、まあそんなに差のない試合だったなっていうのは感じました。どっちがね、勝っても負けてもおかしくない。まあそのぐらい拮抗してた試合だったんで、まあそれをね、しっかりとこう、まあ物にできたっていうところはね、非常に良かったなと思います。まあこういう試合はね、どんどん勝っていきたいですよね。では続いての方はこちら。攻撃面では期待感が全く持てませんね。ゴール前でもパス回しまくる。そして相手が守りに戻ってきてしまって難しくなる。シュートが観客の中に、もう少しいいシュート打てる人いるのでは？真型のサッカーってどっかで見たけど、どの辺が真なのだろうと思う。失点しなかったけど決定機が相手がミスってくれて助かった部分が後半にあった。去年も10節くらいまでは失点0点の試合が何試合もあったけど、それ以降は0点の試合がかなり減った。だからまだまだ安心はできない。浜田頑張ってると思った、っていうね。まあ新型のサッカーっていうのをね、今年型さん掲げておりまして、まあどっちかですよね。2つの意味なのかなっていうのがあって、まあ、その今までのね、型さんのその型のサッカーっていうのを改造した新型のサッカーなのか、まあ新しくやりますよっていう意味のまあ、新型のサッカーなのかというとこですよね。まあでも今ね、J リーグの中でもね、サッカーのトレンドっていうのはね、変わってまして、町田ゼルビアとかそうじゃないですか。基本的にロングボール蹴って、相手の陣内でね、まあボールを握るっていうのをね、やってますけど、今までの大分だったら、まずは自分たちの陣内でリズムを組み立てるとかね、やってたんで、まあ一概には言えないですけど、まあ型さん的には、やっぱりこう、今までと違うサッカー、そしてそのサッカーの魅力っていうのを、その新型のサッカーとして、まあ見せたいのかなとは思いますけどね。はい。まあでもね、完成してるかって言われたらまだ完成はしてないと思ってるんで、まあ見てて楽しめるようなサッカーというのは、まあこの先まだまだ見れるんじゃないのかなと思います。では続いての方はこちら。今日は両センターバックと浜太郎の3人がマンオブザマッチですね、っていうね。まあもう守備に関してはね、はい、浜田選手含めて守備陣、大健闘やったと思いますよ。本当頼れる、今の守備陣だなと思いますし、今のね、大分のその守備をこじ開けるっていうのは、まあ難しいんじゃないのかなと思いますし、やっぱ浜田太郎選手いいっすね。本当に、すごくこう、いいゴールキーパーやと思いますしね。いや、そろそろね、A 代表とか呼んでいただいてもいいんじゃないのかなと思いますけどね。はい。では続いての方はこちら。伊佐選手のゴールが見たい、っていうね。まあこれはね、もう皆さん思いますよね。やっぱりこうミスタートリニータとして早くね、ちょっと得点が見たいですよね。でやっぱ伊佐選手のゴールでね、めちゃくちゃ盛り上がることはもう間違いないんで、ホームの秋田戦でね、伊佐選手のゴールをぜひ見て盛り上がりたいなと思います。
では続いての方はこちら。難しい試合でしたが、守護神の奮闘とキャプテンの意地のゴールで勝ったのが良かったです。無失点を継続してくれることを祈りますっていうね。まあ本当難しい試合っていうのはね、本当にその通りで、あんだけ雨の中、しかもちょっとね寒かったじゃないですかね。その中でピッチ状況も悪くて、なかなかね、今日の試合硬くなるだろうなと思ってたんですけど、まあそういった試合をね、しっかりと勝ってくれたっていうところはね、本当にこうチームに感謝したいですよね。さらにこう無失点を継続してるっていうところを含めると、まあ何度も言ってますけど、今季の大分の守備に関してはね、もう本当100点って言っていいんじゃないのかなと思いますけどね。はい。では続いての方はこちら。新たが追加点を取るまではモヤモヤしていて、勝っている気がしなかった。勝ち点3が取れてよかったけど、攻めの部分はまだまだ課題が残ったのではないかと。とはいえ、次節のホームゲームへ勝利で繋げられてよかったっていうね。いや、でもね、本当に新た選手がね、追加点を取るまでは、ちょっと攻撃大丈夫みたいな、ありましたよね。ちょっと、これ攻めきれてなさすぎるだろっていうね。クロスもね、全然合ってませんでしたし、そういうクロス精度であったり、いや、そこシュート打たないんかい、枠入らないんかいっていうね、まあ、そういうモヤモヤした部分っていうのはね、結構あったんでね、はい。まあ、それをね、払拭してくれるぐらい、新田選手がゴールを決めてね、本当にこう、スカッとしたなっていう取りサポはね、多分多いと思いますけどね。はい。まあ、こういった難しい試合で勝って勝ち点3を取れたこと、ね、この勝ち点3をね、どんどん積み上げて、上の方を目指したいですね。では続いての方はこちら。浜神様とキャプテン、ゴラッソ最高っすっていうね、もう浜田太郎じゃないんだよね。え、今はもう浜神様ですよねえ。いや、でも本当に神が舞い降りてますよ。浜田選手には毎試合なんか上手くなってる気がしますもんね。いやー、素晴らしいと思います。まあ、キャプテンと浜田太郎選手にはね、本当にこう素晴らしいなというね、はい、思いますね。では続いての方はこちら。船長さんの生配信を見ながら一緒に一喜一憂していました。勝てて本当に良かった。船長さん帽子を投げ捨てて大興奮でしたね。嬉しさが伝わってきました。さすがキャプテン、ここぞっていう時に決めてくれましたね。姿は見えなかったけどみんなかっこよかった。トリニータ最高っていうね。そうなんですよね。この日実は僕生配信をしておりまして、まあ一緒に皆さんでね、熊戦観戦しましょうよという感じでちょっと生配信やらせていただいてたんですけど、まあ新田選手がゴール決めるまではね、いやもう本当に勝て勝てっていうね、生配信だけどこう喋れないぐらいちょっとね夢中になってたんで、まあちょっと申し訳ないなと思いつつ、もう新田選手がゴールを決めた時はね、もう本当にスカッとしましたね。もう思わずね、もう僕も普段なかなかね、こうやってこううわーってやらないんですけど、もう思わずもう無意識にね、本当に喜びましたね。またやりたいですね、こういう生配信をねしながらこう皆さんと観戦するっていうのも。まあ、僕はめちゃくちゃ楽しかったんで、またやるときはよろしくお願いいたしますという感じでね、皆さん多くの感想ありがとうございました。ね、次節は秋田戦になりますけど、まあここで勝ってね、もっともっとトリニータの強さというのをね、まあ見せてもらいたいですね。で、今ね、まあ混戦中なんで、こういう一個一個の連勝っていうのが、本当今の順位に関わってくる問題だと思ってるんで、やっぱりこう連勝して、ね、秋田の次千葉ですかね、苦手千葉との対戦が控えてるんでね、第8節は8点を取った千葉との対戦が控えてるんで、秋田、千葉、そして次のチームに、勝って連勝しまくって、まあ、上を目指して、今年のトリニータ強えなっていうのをね、見せてもらいたいなと思います。まあ次節もね、ちょっと絶対勝ちましょうということでね。ということでね、今回はここまでにしたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。ということで皆さん、またね。ありがとうございました。